1バイトあたりの価格で考えるとコスパがいいので、ついつい買ってしまうハイレゾ音源がスマホの容量を圧迫してきました。なので、今更ながら iPod を現役で使えるように改造してみることにします。iPod というのは皆さんご存知の Apple 製音楽プレイヤーです。iPod mini や Nano など複数のシリーズがありますが、どれも可愛いです。その中でも最高の iPod である第5世代をベースにすることにします。第5世代の何がいいって、まずこの見た目ですよね。初代と同じカセットテープサイズながらも、画面は第6世代と同じサイズ。第6世代よりも良いダッチを使っていると言われています。そして購入したのがこちらです。人気の大容量モデルはジャンクでも結構高いのですが、都合よく第5世代の iPod を大放出しているショップがあったので、3000円弱で落札できました。全く同じモデルの備品が出品されていたので、こちらはあんまり小競り合いしなくて済みました。そっちは落としてないのかって、さすがに同じモデルを2台も買ってたらアホだと思います。アホだと思います。とりあえず動作確認してみましょう。動作未確認ジャンクは壊れているというのが世の常ですが、充電コードを接続してみるとローバッテリーの表示が出ています。過放電保護が働くレベルまで放置されているということで、マジで動作未確認の可能性が出てきました。しばらく充電していると、無事に起動しました。定番の HDD 故障かバッテリー死亡ぐらいは予想していたのですが、どうやらそれらは生きているようです。ただ、厄介なことに LCD が一部表示不良です。HDD とバッテリーは改造するときに交換してしまうので壊れていても構わないのですが、LCD は生きていて欲しかったです。モデルは MA448 なので後期型となる 5.5 世代です。80GB の大容量モデルなので、30GB の MA446 と比べると厚みがあるのがお分かりいただけるでしょう。イヤホンと一緒にポケットに入れるとちょっとかさばります。それでは、改造するために買い揃えた部品を紹介しましょう。まず LCD。改造というか修理ですね。2877円と、そこそこのお値段なだけあって、アリエクスプレスにしては丁寧な梱包でした。分解用のジェネリックアイセサムも付属していました。状態のいい iPod を買える金額になってしまいましたが、ゴミになってきたかもしれない iPod を救えるのでよしとしましょう。続いて今回の改造の目玉、iFlash Quad です。これは iPod 専用のストレージ変換基板で、まあまあ高いです。しかし、相性問題で苦労し始めると底なし沼なので最初からこれを買ってみました。合わせて購入したのはキオクシアの安いマイクロ SD カード1枚です。パラレル ATA の転送速度で頭打ちになるので、高級な SD カードは必要ありません。この時はそう思っていました。iFlash の推奨品ではなかったので、結局使い物になりませんでした。これはバッテリーです。後で純正品との違いもお話しします。最後に、交換用のフロントパネル一式です。なんか既視感のある梱包ですね。ジェネリックアイセサムが増えちゃいました。せっかくなのでトランスルーセントなパネルを購入してみました。クリックホイールも付属しています。それでは実際に作業していきましょう。大体の iPod は分解が一番の難関ですが、第5世代はパネルがポリカなので、割と簡単です。傷つきやすいので、そこだけ注意が必要ですが、今回は交換するのでそこも気にしません。iFixit を見ながら、爪がある部分をピンポイントで攻めていくと、ものの数分で開きます。完全に開く前に、バッテリーのケーブルを外すのを忘れないようにしましょう。映像ではピンセットを使って、コネクタのロックを引き上げていますが、誤って端子に接触するとショートするので、できればプラスチック製を使いましょう。ヘッドホンジャック周辺が嫌な色をしていますが、見なかったことにして分解を続けます。一番でかくてクッションがたくさんついているのがハードディスクです。動くのでもったいないですが、このハードディスクは取り外します。もう一台の 80GB が壊れた時のためのスペアとして保管しておきましょう。まずは前面のパネル、LCD、クリックホイールを交換しましょう。パネルは小さなネジで固定されているので、
ネジさえ外せば簡単に取り外してきました。LCD も FPC を外すだけで取り外せたはずです。撮影から編集まで少し時間が空いてしまったので若干説明が曖昧ですがご了承ください。クリックホイールは FPC がシャーシと基板の間を通っていて少し苦戦しましたが基板とフレームを分離することなく作業できました。取り付けはその逆をやればいいだけですがいかんせん撮影が下手くそで何やってるかわからないですね。シャーシと導電性の粘着テープで貼り付いていた部分が一度剥がしたので弱くなってしまいましたが特にゴーストタッチなどは起きてないので多分大丈夫です。 LCD はただ繋ぐだけなのでさほど難しくありませんが表示面に傷やホコリが入らないように注意深く手短に作業しましょう。フィルムを剥がしたら素早くパネルを取り付けてネジで固定します。純正品じゃないので穴位置が微妙に合いにくかったですがなんとか取り付けできました。続いてストレージを用意しましょう。マイクロ SD はあらかじめクイックじゃないフォーマットをしておくのがおすすめです。 iFlash Quad のお好みのスロットに入れます。 iFlash Quad は純正のハードディスクが接続されていたケーブルをそのまま使って本体に接続します。80GB のハードディスクから薄い iFlash に交換してスペース的な余裕ができたので余ったスペースにちょうど入るのがこのバッテリーです。純正品が 600mAh 程度なのに対してこちらのクソデカバッテリーは交渉値で 3000mAh。 ただし定格 3.8V と記載されているので近年主流となっているちょっと高い電圧まで使えるタイプだと思われます。そのため普通のリチウムイオンバッテリーを基準にした iPod の充放電では 3000mAh は取り出せません。実際には 2000mAh 程度しかないとか言われていますがそれでも純正の数倍なので十分すぎますね。とりあえず完全に組み立てずに動作確認を行います。 USB を接続するとこのようにコンピューターに接続してください画面が出ました。バッテリーや LCD は問題なく動作しているようです。この状態で PC に接続し iTunes を開くとリカバリモードの iPod が見つかるので復元します。しばらく待つと見飽きた新しい iPod へようこその画面が表示されました。 iPod の改造は高確率で失敗するのでこの画面と若おなじみになりがちです。はい、無事に 256GB が認識された iPod が完成しませんでした。データの読み書きが正常にできていません。使った SD カードは iFlash の対応品って書いてあったのになぁと思いながらサイト見直したら普通にトラブルありとして書かれていました。アホですね。安心と信頼の Samsung の Evo Plus に交換したところ正常に動作することが確認できたので思い切って 256GB を2枚購入しました。もう一度分解して交換しましょう。すでにパネル交換済みなので今回は傷つけないようにプラスチック製の工具だけで分解します。動画では一瞬でしたが実は前の作業から半年経っています。その間にバックパネルをピカールしました。傷ついたステンレスこそ美しいとも言いますが名も知らぬ人がつけた中古の傷はただの傷ですよね。分解できました。慣れたものですね。スロットはあと半分残っているのでもう2枚追加で購入すれば 1TB にもできますがさすがに 512GB を使い切る日は来ない気がします。なんなら 256GB でも十分なのですが 0.5TB って響きがなんかロマンありますよね。再度 iTunes で復元し、無事に 512GB と書かれた iPod ができたので、これで改造は終了。ではありません。私は CD から取り込んだデータを基本的にフラッグで保存しているので、iTunes 経由の同期はまどろっこしいことこの上ないです。そこで使うのが Rockbox というオープンソースのファームウェア。これを導入することで、iTunes を使わなくてもエクスプローラーでドラッグ&ドロップするだけで、音楽データを iPod に入れることができるようになります。
音楽プレイヤーが減ってきた今は人々から忘れられつつあるプロジェクトかと思っていましたが、最近 4.0 がリリースされました。ロックボックスのインストールは一昔前は面倒だったようですが、今はロックボックスユーティリティを使えば簡単に導入できます。こちらがロックボックスユーティリティです。すでに PC に接続している iPod を世代含めて自動で検出しています。特に設定することなくインストールを押すと、ブートローダーを含めて必要なものは全て自動でインストールされます。この 5.5 世代の場合は特に操作は必要ないですね。モデルによっては途中で再起動等を要求される場合があります。ということで、ロックボックスの導入が完了しました。適当にミュージックフォルダを作って音楽データを入れれば、もうこれだけで音楽を再生できます。デフォルトのデザインは少し古臭いですが、公式サイトに有志の方が公開してくださっているテーマファイルがたくさんあるので、ここから好きなものをダウンロードして適用しましょう。純正品のようなものから現代的なモダンなデザイン、凝ったデザインまでたくさんありますが、日本語にした時に違和感がないようにシンプルなものを選ぶのがおすすめです。こちらがダウンロードしたファイルです。テーマファイル本体に加えてフォント、アイコン、レイアウトに関するファイルが含まれています。これをそのままドットロックボックスの下に入れれば使えることもあるのですが、大体のテーマは日本語に非対応です。そのためフォントだけは自分で探してきて、テーマファイルのフォント部分を書き換えましょう。今回はアドウェイタポッドというテーマをインストールしてみました。シンプルな UI ですが、アイコンが見やすくて使いやすいテーマです。これでやりたかった改造は全部終了です。それなりのプレイヤーが買えそうな金額がかかりましたが、学生の頃から作りたかった理想の iPod が作れたので満足です。